おはようごナミさん。今回は、うるおい美フェスタ。こちらの方のお知らせをいただきました。2024年の、これがね、えー、ビッグイベントとなるようで、これなんかずっとね、こんなことがあるなんて私も知りませんでしたけども、13時40分からの40分。うん。見せる方で収入アップね。見せる方。なかなか意味深でございますんでね。これはまあ、主には女性向けかと思いますけども、ただね、 男性もこういったことを通じてビジネスの幅を広げていくことって可能だと思うんですよ。ですので、とりあえずね、これ、ナミさんの今回の放送の方ね、ご覧いただいて、えー、まあ、それからですね、ビジネスを彩ってもらいたいなと思います。まあ、なんせね、男性が普段あまり意識してない美に関して、これ女性から学ぶことって多いと思うんですよ。それこそ今まで男性の皆さんが不得意としていたジャンルではなかろうかと思います。 つまり、この不得意を得意にすることで、差別化ができ、ライバルに差がつけられるということなんじゃないかなと思います。えー、特に今回ね、私の信頼するナミさんの潜在意識活用ライフコーチ、プラス、潤い漢方生態師ということなんでね、こちらの方、西洋医学も東洋医学も混ぜ込みミックスして、ハイブリッドでお受けしていただけるんじゃないかなと思いますので、ご期待ください。それでは。